辰野市は兵庫県南西部に位置する市。2005年10月1日に辰野市、伊保郡新宮町、伊保川町、水戸町が合併して誕生した。市中心部辰野町には武家屋敷や白壁の土蔵が今も残っており、辰野藩5万3000国の城下町の面影から、張間の小京都と呼ばれている。自治体名は辰野であるが、駅名は 立野、ノ、歴史的固有地名は、立野ノである。張リ国風土器によれば、立野ノの由来は、ノミノスクネが、イボ軍で没した際、出雲から多くの人が来て、イボ川の石で墳墓を作るためのに立ち並んだという、古事から、立野ノと呼ばれ、立野ノに変化したとされている。ノミノスクネの墳墓と伝わる場所には、ノミノスクネ神社がある。イボ川。右は、東丸城湯の本社。 第一工場辰野市中心部周辺の空中写真。1980年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。兵庫県の南西部に位置し、南北に長い地形になっている。地域の北側には山地が広がり、南側は瀬戸内海に面し、 南北をイボ川が流れている。姫路市への通勤率は25.0%である。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると1.25%減の8万541人であり、増減率は県下41市町中17位、49行政区域中23位。合併当初、 の人口は約8万1500人であったが、現在は、微減市7万9500人ほどである。辰野城の城下町辰野の地は、伊保川沿いに、出雲街道が通る、交通の要衝で、中世には、赤松市の本拠地である、城山町があった。戦国時代の織田信長による、制圧等を経て、江戸時代初期に、姫路藩池田市の領地となった。 池田敏隆の死に伴いこの地に、本田正友が入法を、辰野藩が立藩して、城下町が形成された。以後、諸子の支配や天領を経て、最終的には1672年に始まる、脇坂家10代200年の地位性のご維新を迎えた。現在の旧辰野市街地には、近世城下町の町割りが現存する。明治維新における、廃藩地検の際には、 初の県となり後に、姫路県に併合された。1876年8月に、鹿島県が兵庫県に編入されて、以降は兵庫県に属している。秋市平成元年4月に、姉妹都市定刑三鷹市平成13年3月に、姉妹都市定刑長浜市平成13年3月に、姉妹都市定刑コビントン市平成27年10月に、 姉妹都市定計達の市議会を参照。2014年度経済センサスにおいて、総事業所、数3471箇所、年間商品販売額は1、525億5、644万円となっている。また、兵庫県統計所によると2016年度市内総生産は、名目3369億円となっている。市内には、 複数の工業団地が立地しているほか、地場産業として、古くから醤油、そうめん、企画の生産が盛んであり、いずれも全国的な知名度がある。市南部の水戸町は、瀬戸内海に面しており、柴良太郎の気公集、街道を行くにも登場した室津港があり、漁業が盛んである。また主に田園風景が広がる地域で、稲作が行われているが、その多くは、 県業農家である。辰野税務諸国の機関県の機関、兵庫県西張馬県民局の内記の出先機関が、兵庫県辰野庁舎に所在している。辰野市は、現在、以下の八つの町に分かれ、さらにおののが、多数の大技などに分かれている。上岡町地区の町並み上岡町大十字で、撮影伊保川町の中心部伊保川町三つ屋で、 撮影綾部山から望む水戸町地区中心部、新宮町地区の中心部新宮町新宮で、撮影本辰野駅山陽自動車道、辰野インターチェンジ付近辰野町道本で、撮影国道2号伊墓町門前で、撮影小学校の内太地の学校は、標準服が指定。幼稚園、小学校、中学校高等学校特別支援学校このほか、一部地域で、 FM 大阪 f m 8 0に f m 心や岡山県の放送局が受信可能。辰野入面、ありがとうございます。